サンフラワー、サンフラワー、アコガネ、サンフラワー、アコガネは、関西汽船が運航していたフェリー。関西汽船最後の客船となったアイボリマル、コバルトマルの大船として、両船のサンフラワー、に式とと共に金さし、豊橋工場で建造され、1992年8月3日に、神戸松山別府航路に就航した。本船よびニシの就航で、 当時3往復運行されていた神戸別府航路が全便フェリー化された。ダイヤモンドフェリーのブルーダイヤモンド、スターダイヤモンドと順同系船である。2007年11月21日からダイヤモンドフェリー担当便で運行され、2式と交互に就航していた。その後、2008年2月のドック入りの際にダイヤモンドフェリーへ移籍、ファンネルマークもダイヤモンドフェリーの D マークに、 変更された。関西汽船とダイヤモンドフェリーのフェリーサンフラワーへの統合により、2009年11月1日からフェリーサンフラワーによる運行となか、2010年2月に気候便の廃止による減便で運行を終了した。その後、海外焙煎され、フィリピンのスーパーフェリーでスーパーフェリー20として就航した。2012年にはネグロスナビゲーションに移籍して、 ストリート、グレゴリー・ザ・グレート隣にゴー・ブランドで運行されて、いたが、2013年6月13日、シエット・ペカドス諸島付近で座礁、機関室に浸水し、いろいろ公園へ栄光された。デッキは7造で、上部からラシンギ・カンパン、公海船橋・カンパン、ABC ・ DE ・カンパンと呼称されており、公海船橋・カンパンが、操舵区画、AB ・カンパンが、船室区画、 C カンパンと D カンパン全部がドライバー区画及び乗組員区画、D カンパン後部と E カンパンが車両積載区画となっていた。E カンパンの選手部にバウドアとランプウェイドアを、線尾左右両限にサイドランプウェイドアを装備されていた。2007年10月7日、22時15分頃、上り便で運行中の元船は、松山港第二岸壁へ接岸する際、 左舷線ビブが防昇工へ衝突した。衝突により本線は左舷線ビブが違反に亀裂及び破壊を生じ、防昇工は基部のコンクリートが損傷した。原因は操船に当たっていた研修中の船長がサイドスラスターのダイヤルの回転方向を誤って操作したためであった。ありがとうございます。